飼い主さん募集中の猫に出会える保護猫カフェ姫猫。1990年雲仙普賢岳の噴火による火砕流で人間だけでなく犬や猫も犠牲になったことに衝撃を受け、動物愛護活動を始めた認定 NPO 法人愛媛犬猫の会の高岸千春会長さん。一匹でも多くの命を救うためペット防災の呼びかけに力を入れています。高岸千春さん、今日もよろしくお願いします。今日グッズもいろいろ持ってきていただいてるんですが、その前に何かワンちゃんや猫ちゃんやっとかなきゃいけないこと、大災害が来る前の今やっといてほしいことって何かありますか？そうですね、不妊去勢手術は、済ませておいてほしいですね。なぜ？はい、災害が起きましたら、いろんな犬とかワッと一箇所に集められると思うんですよ、はい、そしたら発情している子たち同士でトラブルを起こったり、オスはもう1年中発情してますので、トラブルの元ですから、はい、そういう避難所に行ってからすっごいわーわー大変な中で手術するよりは、飼い主さんによしよしと言ってもらっている時に手術は済ませておいてほしいと思います。なるほど、はい、はい。で、それはその子のためにもなるし、やっぱり災害の時に逃げ出す子たちもいると思うんですよ、はい、そしたらまた二次災害としてそこで子供が生まれちゃって、で野良猫化したり野良犬化して環境衛生も非常に悪くなるということが考えられますので、大事です、はい、今のうちに不妊去勢手術、オスの子もメスの子もお願いします。お願いします、はいはい、他には何かありますか、今のうちに。そうですね、はい、おとなしくキャリーの中に入れたり、はいはい、ハウスの中に入っても吠えないワンちゃんにしとくとか、うん、ということは、そういう最低のしつけは避難所で迷惑にならない、迷惑な子にならないように今から。そうですね、しつけは大切です。泣かないようにする、はい、キャリーやケージに慣れさせとく、はい、はい、ケージとかキャリーに入れられると病院に連れて行かれると思う子が多いんですよ。でなのでキャリーに入るのをすっごく嫌がる子がいるんですけれども、キャリーに入っても嫌なことだけじゃなくって楽しいこともあるよということで、中でおやつをあげたり、はい、してもらってたらいいかと思います。でキャリーをもうベッドにしてしまっておくとかね。おおおおおお、その方がいざという時そこに逃げ込んでくれて持ち出しやすいという。そうですね、はい、わかりました。他には、まず家の倒れてくるようなものはちゃんと固定して、タンスとか、はい、何か背の高いものとかはキャットタワーキャットタワー、そうですね、天井でちゃんとくっつけれるようになっているものもありますので、はい、倒れてこないように、キャットタワーだったら高いんですけどね、タンスがベッドの上に倒れてきたら大変ですからね。そうですね、そういう倒れないような対策もお願いします。圧死することもあるし、逃げる時にもうこの踏み場がないみたいになったら大変ですもんね。そうです、そうです、これはペット飼ってる方も飼ってない方もお願いします。災害が起きた時に家族がバラバラになる可能性もありますので、はい、待ち合わせ場所を決めとくとか、ペットは誰が持って逃げるとか、お家に家族が全員揃っていたら、あなたは何、あなたは人間用の食料で、あなたはペット用の食料と水とかっていう風に持って逃げるものの分担とかで待ち合わせ場所も決めとくといいですね。なるほどね、連絡方法とね、はい、はい。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。
伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。皆さん、災害が起きたら、災害が起きても助かってください、うん、はい、一緒に行きましょう、うん、でそのためには、あの防災の日頃からの備えが本当に大切ですから、あのご自分の、防災とペットの防災をあのしっかりと考えていただけたらと思います。資料はね、あの本当今の時代ネットで検索したら何でも出てきます、知りたいことは。でそこであの知ってほしいと思います。で何かわからないことがあれば、あのネットで愛媛犬猫の会にお問い合わせいただいても大丈夫です。わかりました。じゃあ知りたいこと最後に質問いいですか？はい。高岸千春さんの持ち出し袋の中身何が入ってるんですか？秘密です。いやだ、プライベートです。こっそり見せてやったやったやった言ってみるもんだな。まずは、はい、軍手。軍手、あのすぐ必要になるようなものは、はい。でラジオ。ラジオ2代目、あ、え、2代目ですよね。2代目です。そんなに、はい、これは重いから、はいはい、ちょっと見せてください。おー、これは AM 専用ですか？ FM ないですか？ないな。あ、AM って書いてますね。へえー、そうなんだ。へえ、はい、わかりました、はいはい、うんうん。で、まあ、これらはすぐ必要かなと思いました。そうですね、ポケットにまず手とね、耳とね、そしてじゃじゃん、スリッパ。スリッパ、これはいつ使うですか？避難所絶対スリッパ用意してくれてません。で、真冬とか、に素足じゃなくても体育館とか冷たいんです。はいはい。でそういう経験してますから、あの防災訓練で。でなので、その冷たさを経験した人だったら用意すると思います。わかりました、スリッパ。はい、はい、でこれ先ほど言いました、あの匂わない袋。ああ、千春さんもちょっと最近匂いがね気になるお年頃ということですね。はい、でこれはあのペットにも用意できますし、うん、で携帯用のトイレも入れてるんですよ。あ、人用の。人用の、はいはい、はい、うん、でそれを捨てる時にでも役立つと思って。なるほどね、はい、であの人間とペットと両方で用意してます。はい、はい、これちょっとバラバラになりますけど、まあこういう、あ、肌着、はい、はい、寒さの時に、はい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 、防寒大事ですもんね、うん、これは。あとなんか水入れたらピカッと光る便利グッズ。初めて見ましたえ、暗いところで水だけあれば光る。電池いらないんですか？みたいですね。水ピカ、うん、使ったら使えないから使ったことないんですけど一回こっきりでね1週間使えるって書いてる。不思議。へえ、はい、いろいろ出てくるな。スプーン、フォーク、割り箸。なるほど、食いっぱぐれなし。はい、なんかすぐ食べ物の方が気になって。気になりますよそりゃねえ、いや、どんどん出てくるぞ今ね。高岸千春さんのプライベート持ち出しリュックを覗かせていただいてます。ちっちゃい袋、
ちっちゃい袋、あ、スーパーでいただくような袋ですね。そうですね、もう何か、まあティッシュを捨てる時とか、小さいのが必要な時と、うん、はい、大きいのが必要な時と、あ、大きなゴミ袋、はい、あると思います。これ寒い時にはね、首だけ出して羽織ってもあったかいしね。はい、はい、で、こういうのも寒くないよ、床冷たいからね、はい、はい、体に巻いてもいい。あ、なるほど。で、ラップですね。何に使うんですか？お皿とかいちいち洗えないので、お皿に巻いて、でもラップだけを捨ててっていうような使い方とか、なんかちょっと怪我した時に血止めにするのにもいいみたいです。ラップはすごく便利だということを、いろいろな防災訓練で言ってますので、本当に必ず町内の防災訓練には皆さん参加してほしいと思います。そうですね、ためになることありますから。こういうこと教えてくれるんですか？教えてくれます。はい、わかりました。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。で、トイレットペーパー、トイレットペーパー一巻き、はい、とりあえず入りませんので、で、これが水を運ぶ、ポータブルウォーターパック。あ、こういうのあるんですね。はい、はい、これがなくってね、困ったという話、西日本豪雨の時聞きました。これいります。はい、あと携帯用トイレ。あ、使い方って、あ、これ洋式トイレにも敷いて、和式にも敷いて使うんですね。へえ。これがなかったも、はい、ゴミ袋、はい、ゴミ袋をトイレになるものにまず、かぶせます、で、次にペットシーツ意外と役立つと思うんですよ、吸収してくれる、はい、お消水を、はい、で、なので、まず汚れの原因ですよ、ペットシーツを敷く、で、その上にもう一回これを二重に置いて、で、そこに本当はトイレのなんか固まるようなの、人間用の売ってるんですけど、それがないときはペットシーツをそこに入れとけば凝固しますので、っていうか吸い取りますので、そしたら、これごと二重になってるところのを一重目のはそのまま置いといて、二重目になってるのとペットシーツを一緒に丸めて、尿案袋に入れたら人間にもいいと思います。なるほどね、はい、これ1週間分ぐらい欲しいですね。まだなんか出てくるですか？信じられないでしょう。お水、はい、これが7年持つお水。7年、1本あたりは高いけど7年持ってくれる、はい、はい、で、非常食だ、はい、なんだろう、あ、パンですね、はい、パン、パン、お水、あ、カレーいいですね。いろんな味変のご飯だ。それと嗜好品もあったらいいと思います。なるほど、ガムとか、ちょっと安心できますよね、甘いもの、と、私お茶のティーパックも用意してます。
どうやってお湯を沸かすんですか。あのお水 水出しで でも、なんか水だけだとなんか飽きるんじゃないかなと思って、確かにで日本人だからお茶飲んだらホッとするかなと思って、確かにティーバッグ、確かに、はい、まだなんかあるね。これがもう何ですか。小銭自販機が使えるようになったら、はい、本当にあの小銭じゃないと使えない、うわ思った時もあるんですよ、はいはい、なので小銭も用意してます。何千円か分ぐらいありますね。重たい。ありますよ。ありますね。これ1万円もあると思う。いざとなったら千秋さんジュース1本おごってくださいね了解です。あの災害時には無料になるあの自販機もありますしね。なるほど。あとしこたまカイロが、はい、あと石鹸、石鹸、はいですね。お風呂がね開くことありますからね、はい、あと10円玉も、おー、あの銀行で下ろしてきたみたいなやつ、はいはい、今はどうなのか分かんないですけど、昔は10円玉がないので、うん、公衆電話が使えなくって、あの困った災害の時もあるんですよ。でなので一応公衆電話用10円、はい、大事。でも公衆電話自体が今ないですけどね。バッグインバッグ、そうですね、はい、こういうところにあの小さなもの、まあ、ティッシュ、はい、あとソックス、あソックス忘れがち、うん、あと携帯用の下着、はいはい、それとまたマスクの予備、はいはい、でタオル、うん、で歯磨き、はい、で、あの下着、衛生用品、はいはい、バッチリで、化粧品、サンプルです。なるほどです。歯ブラシですね。もうこれをパッと持って、はい、自衛隊の人が、お風呂、営業してるお風呂に行けるようになるほど。で小バッグいいですよね、うん、透明にしといたら中身が分かるので、はいはい、あの透明にされといた方がいいと思います。全部こう引っ張り出して忘れるんですよ。忘れます。何が入ってるか、はい、これ半年に1回見るか見ないかですから、あのなんか忘れてしまうので見えるようにしとかれた方がいいと思います。このバッグちなみにどこで買ったんですか。100円ショップです全部あのお財布のちっちゃいのも100円ショップで買ってます。これはでも200円したかも分かりますねいいですね、これ使えそう。ただいま、お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫アンを応援しています。猫アン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスターなど心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。さてそれ避難所なんですが、避難所にペットを連れて行って私たちはどうなるんですか。まず、受付してくれない避難所があるという可能性があります。ペットダメだよって言われるんですか。はい、はいはいはい、一応松山市の、あの指定の避難所はペットを連れて行ってもいいよとはなっているんですけれども、
あなたの避難所が全部OK かどうかは分からないです。分からない。小さい避難所もあるんですよ。だからちっちゃい避難所だったら受け入れたくても入れられない現状もありますので、だから自分の避難所には前もってお電話なり出かけていくなりして、責任者の方にペットを連れて行ってもいいかどうか聞いてください。はい。ダメな場合はもう車の中とかとか、避難所とか松山市の危機管理課の方に、ぜひペットの避難所スペースを設けてほしいってことを、市民の皆さんが声を上げて、作ってもらいたいと思います。声を上げなかったらもういいのか、別にいいんだろうなって思いますもんね。そうです、そうです。必要なものは必要だって声を上げることが大事ですよね。大事です。でペットのスペースも今あると言っても、屋外の屋根はあるけれども、言ったら渡り廊下みたいなところとか吹きさらしの、もう本当に周りは何もなくただ屋根があるだけ、そういうところに猫とか小型犬とか置いとけます？置いたことないです、ビビりそうですよね、夜とか特にね、で、季節もね、真夏、真冬とかだったら本当大変な、思いをさせるようになりますので、で、多分飼い主さん犬猫だけほっとけなくて飼い主さんも付き添うんじゃないかと思うんですよ、真冬の寒い時にその屋外で猫のキャリーをこう抱いて寒さに震えている飼い主さんを想像してみてください。体調壊しますよね、今のうちにペットを飼ってる市民が来たらどこに、避難してもらえるのか、もう町内の避難所設営の方が今のうちに考えておかないと大変なことになりますね。防災管理士、育成講座は毎年1回はしようと思ってるんですけれども、ペット防災管理士って私たち一般市民もなれるんですか？はい、一般市民の方になってほしいんです。 なったら何かいいことがあるんでしょうか？表彰状差し上げます。よじゃじゃ、どんな知識が身につくんですか？修了書ですね。修了書は今日お話ししたようなペット防災に関わることとか、ペットのお勉強もしていただきますけど、今まで災害が起きた時のペットの避難所のお話とか、そういうところを運営してた人の参考になるお話とかも聞いていただきます。でご自分で知識を得られて、その知識を今度ご自分の地域で広めていってほしいと思います。わかりました。みんなで地域の人もペットも守っていける人になるということですかね。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。